今回はシングルパラディドルディドルを説明します。どういうことかというと、パラディドルにディドルがつく。ディドルというのはこの、前回も言いましたが、これ2打を叩くのをね、ディドルっていうね、ニヒニヒヒ、パラディドルディドル、パラディドルディドル。このシングルパラディドルディドルに関しては、右から始まったのも右からのもう一歩通行、ワンウェイみたいな、右ばっかりずっとね、こんな感じで、パラディドルディドル、パラディドルディドル。まあ反対もあります。パラディドルディドル、パラディドルディドル。ね、こういうのもあります。それと、アクセントとやっぱりノーアクセントかな。パラディドディド、パラディドディド。ポイントはね、そうするとまた例のごとくテンポアップが早くできるようになります。それで例えばじゃあパラディドルディドルとパラディドル、普通のパラディドルと混ぜた練習方法もありかなと。パラディドディド、パラディドディドを2回やったら、今度はパラディド、シングルパラディドルを1回で左に移行する。パラディド、どういうことかというと、つなげてクリックでやってみましょうか。こういう風にするのも効果的な練習だと思います。こんな感じ、ね、これがパラディドルディドル、ね、パラディドルディドル、パラディドルディドル。これも本当にゆっくりから練習してください。慣れないとね、難しいね。パラディドルディドル、パラディドル。でも慣れるともうすごい早く、この手順はもうすごく早くできる。パラディドディド、パラディドディド、パラディドディド。